ピピピピピついたついたイエイ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 起きたね、ちょうど。ルーの森できましたイエイ見て、かわいいお家さっさ入ってみようよ。見て、木もいっぱい。木もいっぱい。わ、すごいよね。お願いします。案内してください。はしごがあるよ。お、はしごがあるね。登ってみよう。登れる？見て。お、上手だね。で、上まで行っちゃうと帰ってこれなくなっちゃうんじゃない？ここね、グランピングするところなんだけど、なんと。なんと？オープン前に招待してもらいました。嬉しいね。そうそう、嬉しいね。そんなに嬉しいの、いいね、よかったね。ね、車でさ、高速降りてからも近くてね。そうだね。綺麗だね。上野原の高速から20分で着いたね。うん、ね。綺麗綺麗綺麗。ねえねえ、この森って昔すごい人たちが住んでたんだって。こういう家作ったり、なんか太陽の力で動く機械作ったりしてたんだって、うん、すごいよね。気になるね。あ、上から出てきた。あーい、すごい長い時間が経って誰もいなくなっちゃったから、ここに泊まってみんなでまた森をね作っていくんだって。一緒になんか作るお手伝いしようね。じゃあ今すぐ行こうよ。気が早いね。はい、じゃあ早速創造体験やる、うん、すいません、よろしくお願いします。お願いします。今これはこういう風にできてるけど、ここには川を流したいし、橋を作りたいし、またね、いろんな小屋を作っていきたいんだよね。これをね、もう本当に数年かけてここで実現させていくっていうのがここへのプロジェクトになります。はい、それをお手伝いさせていただける。そうですね、はい、はい、オープンしたら本当にガチンコなあのワークショップで小屋作りとかをどんどんやっていくって感じかな。では今日は時間もかけられてるので、皆さんにこういう感じの、はい、かわいい、わすごい花みたい、はい、お花に見えるね。こんな感じの作ってもらってます。かわいいね、作れそう、うん、これ実際ね、あのオープン前に参加者が作ってくれた。へー、上手、うん。その参加するときとかはもう半日ぐらい時間、まあ、1日時間があったので、もうこの枠から全部、この電動工具を作ってくれました。すごい綺麗に作れてる、うん、でも今日はね、みんなあの時間がない単独だったので、事前にあの枠は用意してあるので、枠作ってくれてる。もうね、真っさらなキャンパスにもうみんな好きなものをね、どんどん持ってきて貼ってアートを作っていこうっていうプロジェクトです。すごい、できる人、できる人。お姉ちゃん好きだよね、こうやってやるの。頑張るぞー。イエーイ。じゃあ本当にね、もうここら辺で好きなあの小枝とかを持ってきてもらって、これ貼ったら綺麗だなみたいなものをどんどんね集めてもらって、どんどん渡していって。じゃあカルちゃん待ってるから、どんどん集めてきてね。はい、そういうのあった？探してる、探してる。何も見つからず。あ、早速もう貼る、はい、探してください。あ、水を発見したな。はい、じゃあどうぞ。できる？うん、手についてもね、後で取れるから、好きなところに。こっちも行く。それ何の絵描いてるの、お姉ちゃん？集中して、超集中してる。お姉ちゃんデザイン、お姉ちゃんいいよ。いいよいいよ。なんだ、ハート？かわいいね、ハート。かわいいね。かわいいね。見て、この葉っぱ。何見える？ハートに見える。かわいいね。いや、これかも。かわいいからそこに置いておこうよ。かわいい、かわいい。かわいい、かわいい。じゃあ、それ貼りますよ。どこに貼るんだ？見て。あそこ？また枠に貼るの？いいね。おしゃれだね。もう攻めるスタイルなかなかなかったね。初めてだって、よかったね。おお、うん、力強い。いいね、いいね。じゃじゃーん、完成ですか？はい。
はい、すごいね。すごい立体的なものができましたね。これは何ですか？わかんない。わかんない。これは客室とかに飾られる可能性が。そうですね。あの施設内のどこかに飾る予定ですので。ねえ、お姉ちゃん作ったやつ飾ってくれるって。もし見つけたらコメントください。楽しかった？じゃあこの後はお部屋見に行こうか。今日泊まるお部屋。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございました。ちゃんとお礼言って。お礼言って。バイバイ、また来てね。また遊ばないでね。それ何？わかんない。見て。あ、触るの、よ、綺麗だね。すごい、外気持ちよさそうだよ。アジサイあるじゃん。お姉ちゃん好きなアジサイ。どう？気持ちいい？気持ちいい。すごいけどね。どれ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 ？はい。はい、夕飯を食べるんだけど、これね、見て、バーベキューグリルだって。ここで今日お肉を焼いて食べるよ。もっと食べたい、早く。ね、ここでバーベキューします。いいね、うん。あ、この子は今また寝ましたね。あ、これ水道もあって便利。便利。綺麗。はい、どうですか？見せてください。わ、涼しい。涼しい。天井高いね。わ、ベッド。1、2、3台あります。大きい冷蔵庫ね。あ、タオルとかもいっぱいある。いいね。これめっちゃくつろげるじゃん。あれ、お嬢さん、なんでリモコン持ってるんです？ください。おい、リモコン泥棒。これはね、ライトかな。見てて。あ、ついた。ソファーにもなるんじゃない？ソファーベッドってやつだね。いいね。じゃあここでご飯いっぱい食べて、お風呂は大浴場があるんだって。大きいお風呂。そうだよ、楽しみだね。うん、だからこの後はご飯食べるでしょ。なんか火を使ったショーをやってくれるんだって。うん、それ見てお風呂入って寝よっか。楽しみ、うん、楽しみですか、お嬢さん。パパ見て、誕生日。誕生日じゃありません。でも楽しみだね。見て。じゃあ二人ともちょっと疲れたから休憩しようね。はい。あ、休もう休もう。美味しそうだよね。お野菜から焼いていきます。いいよ。うわ、大きい。美味しそう。もう全部一気に焼いちゃうね。お願いします。待てないから。はい、じゃあパン食べて待っててください。どうぞどうぞ。ありがとう。どういたしまして。どうぞ。ありがとう。どういたしまして。どう？おいしい。おいしい。おいしい。おいしいね。よかったね、二人の大好きなパン入ってて。うん、パンっておいしいわね。そうだね、大好きだもんね。うん、おいしいね。こっちについてるわ。これ何の音？これは虫の声だね。うん、何の虫だろう。うれしい。どうだい。いいよ。じゃ上手に言えるね。ありがとうね。はい、お肉とエビです。わー、美味しそう。でもまだ熱そうだね。おいしょうよ。ちょっと待ってね。はい、冷めましたので、こちらもどうぞ。はい。はい。美味しい？うん。よかったね。パパが上手に焼いてくれたし、ここの食材もすごい美味しそうだったから間違いないね。どうですか？美味しい。あ、よかった。美味しいね。よかったね。あの子はどうだ？寝てるかな？寝てます。第2弾。わー、美味しそう。これも冷めたら食べられますので、はい、置いていきましょうね。パパ、おいしい。よかった。やってくれた、ありがとう。どういたしまして。おかわり、お待たせ。ありがとうございます。どういたしまして。召し上がれ。はい。おいしい。
全部美味しいね。うどこ。で、うどこ。ひよこ？ひよこはいないよ。虫。お野菜と。お肉だ。あれだ。コーンあるよ。焼きコーン？焼きコーン。またまたおかわりどうぞ。うまい。美味しいですか？美味しいです。締めのバゲット。お父さん、これすごく美味しいね。よかった。じゃあパパも食べます。いただきます。召し上がれ。それどころじゃないよね。パンください。あ、パンくださいなの。あ、いけるかな。じゃあコーン食べ終わったらあげる。オッケー。オッケー。はい。うん。オッケー。飯食う時だけ流暢になるな。本当に上手だね。コーンあんま食べたことないのに。保育園で食べたのかな。お姉ちゃんは初めて。すげえ。いっぱい食べてました。散々食べてるし、動画も残ってるからね。今日はさ、うん、ご飯食べた後もなんかいろんなイベントあるみたいだから、うん、忙しいよ。はい、遊びたい。大変だね。僕遊ぶの大好きだよ。知ってる。妹もだよ。知ってる。まあ結構肉柔らかい。こっちの肉が柔らかい。まあ多分俺の腕じゃなくて食材だろう。うん。色で焼けてる。はい、やっと満足ですか。はい、じゃあ二人とも。はい、じゃあ食べ終わったら。ごちそうさまでした。はい、よかった。お父さん見てて。何？ごちそうさまでした。何それ。もう一回やってみて。ごちそうさまでした。機嫌よしこ二人。美味しかった人。テントの中で涼しいから休憩しながら遊んでまた夜出かけようか。楽しいイベントやるんだって。あの中で。そう、すぐそこ、あっちあっちの広場。オッケー。よし、じゃあテントの中で戻って遊ぶぞ。はい。どうだった？楽しかった。すごかったね。かっこよかったね。何色が好き？ピンク色。ピンク色？ピンクか。お、お、あ、ピンクになった。何色が好き？でも優しい人見知りで。よかったね、お兄さんとお話できて。お兄さん頑張ってね。頑張れ。お兄さん呼んでくれてありがとう。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバーイ。ありがとう。バイバーイ。僕だ。ほんとだ。木の枝をつけてる。そうだね。ハートのさ、葉っぱとかつけてる。そうだね、楽しかったね。うん、またやるね。うわ。見て。さっき映ってた階段すごいね、綺麗だね。どう？登ってみたい。登ってみたいか。よいしょ。いいじゃんいいじゃん。スターみたいだよ。行ってみる？行ってみる。じゃあパパと手つないで行ってみようか。はーい。ねえ、お昼のお家のとこ来たね。最初に見た。ててすごい。見て、キラキラ光ってるから、あれ登ってみようよ。行ってみたい？いいよ。入って入って。いいよ。昼間と違う？うん。綺麗だね。うん。あっという間に寝ましたな。嵐のようだった。じゃあ我々はこれからちょっとゆっくりしますか。ゆっくりしましょう。明日に備えて。おやすみ。おやすみ。